こうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。デリーガチャ。秋の G1 ホースガチャっていうのが始まってますね。スターホース20周年記念ガチャってあります。 SSR 7% 新山セントライトメジョーラモーヌが出ますね。みくじ久しぶりに引いてみましょうか。あ、大吉です。今1月を2週ですね。今回は WBC に出そうと思っております。入球です。気合十分だね。体重はバッチリだね。チーズか。いい感じだね。残り13周ですね。引退も近づいてきた。ねえねえ。いい感じだね。いい感じだね。なるほどね、こうなるかな。お、いいじゃないの。人参。まあまあかな。これで WBC 出しましょう。WBC ターフです。というわけで。結果は出るまでお待ちください。ではまた後で。
WBC 結果が出たようですね。前にテレビガチャをまた引く。結果見ていきましょう。楽しみだね。肩の場合あり感染。2番人気か。ただいまより投票受付を開始します。20丸は1つ。ディープストーリー、スペクター、それぞれついてますね。本当に差がそんなにないっていうことになります。しかもディープストーリーと同じ 3.2 倍ですからね。十分白昼知っているんじゃないでしょうか。行ってみましょう。チケット1枚で以下の株券1枚と交換できます。有料のものですね、うん、さあ WBC タフ、ここを取って、最後 SWBC へと行きたい。ハワイスト競馬場WBC ターフです。伝統の外回りコースに集った世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。ダメでも券を買いましょう。伝統の外回りコース 2400m スタートの割合はありますが、後ろですね。先頭に立つのは何か。出遅れたのはスペクター。先頭これを追って1番エクラールルソーがその後ろ、それから10番モチベーター、2番金色の馬体デラス、そしてその外に7番スペクター、12番ストーリングホープ、ね、カステナンゴ、4番オーソライズド、そしてその後ろからエアドクター内から1頭、8番カタノバイアリー、5番ディープストーリーがこれを追う展開になりました。もう一度先頭から行きますとエクラールが先頭です。外を通ってイブンベイ、その後ろでやりましょうか。ルソー、そして4番手に10番モチベーター、それから2番ジェネラス、7番スペクター、外を通りまして12番ストーミングホーム、それから足毛の馬体、カステナンゴ、オーソライズと今日も勝利をつかむか、カタノバイアリーと福永騎手、そしていたいたディープストーリーと横山、エアドクター、ほとんど馬体が合っています。先頭の方はどうなっているか。先頭は依然としてエクラール、そして外からは3番イブンベイ、それからもう1頭6番ルソー、先動いた方が負けると思います。2番ディナラス、7番黒い馬体、先動いたディアドクターの方が動いた。ストーミングホーム、微妙に片尾バイヤーにも動いてるが、動いてるとは言い難いか。どの馬か先頭行く、白い帽子はエクラール、先頭ウィンザーとエクラール、止まってないんですね。カタノバイアリーか、エクラールが抜け出した、そこからはルソー、カタノバイアリーを追い込んできた、ディープストーリーが差を詰めてきた、ディープストーリーがかわした、内を通って、ストーミングホーム、先頭横山とディープストーリー、ディープストーリー、1着、1番人気に見事応えました。ちょっと出遅れすぎ。気を取り直して次行こう。わあ。1着5番2着完敗です。馬がレースから帰ってきたね。作物ができてるね。農園に行きますか。1週間できてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。
からさ。で、ご周杯送りしないといけないのかな。今何キロだったっけ。3周ぐらいですよね。はい、ということで WBC タフ4着に負けてしまいました。ジョッキー福永は良くなかったのかな。武豊で行っても良かったかもしれません。強気にね行かないと。OK、次走ですがどうするかですね。大阪杯行ってもいいかもしれない。残り10周です。ドバイワールドカップも問題ないですしね。じゃあ取りたいと思います。ということで、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。残念な結果に終わりました。 WBC ターフでした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。